山田淳は、日本の機械工学者。熱工学、高工学専攻。2021年から、芝浦工業大学学長。元日本熱物性学会会長。奈良出身。1978年大阪製工学院、高等学校卒業。1982年東京工業、大学工学部生産機械工学科卒業。ヤマハ発動機研究部研究員。 1986年東京工業大学大学院生産機械工学専攻修士課程修了。1988年東京工業大学大学院生産機械工学専攻博士工期課程中退東京工業大学工学部生産機械工学科助手。1994年東京工業大学博士。1995年山梨。 大学工学部機械工学科助教授。2001年ケンタッキー大学客員准教授。2005年芝浦工業大学工学部機械工学科教授。2008年芝浦工業大学学長補佐。2011年芝浦工業大学評議員、日本熱物性学会副会長。2012年芝浦工業大学シット総合研究所長。 戦体工学研究機構長、大学院理工学研究課長。熱工学研究の成果が顕著であるとして、第92期熱工学部門賞業績賞受賞。2015年芝浦工業大学工学部長。2017年日本熱物性学会会長。2018年芝浦工業大学理事。2020年時期芝浦工業大学学長に選出。 専門は、熱工学、高工学。ありがとうございます。